パ。はい、どうもパチモス協会でございます。本日はまたもやさんはあの焼き手羽先、もうこれで終わりです。ありがとうございます。あとおかんがくれた今川焼き2つです。で、本日はちょっと先ほどまでゲームしておりまして、ただいまもう10時半、ラスボスを倒しまして祝杯でも飲みたいと思いまして、今日本日俺は同級生からもらった朝日生ビール、これあるみたいよね、あの品切れらしいよね、俺は知らんやけど、通称マルエフ、朝日生ビールマルエフ、いいデザインですねこれね、これいただきたいなと思います。まあコップで飲みたかったけど、まあいいか。というわけで乾杯。ああうまいね、好き好き。ちょっと辛口やのにクリーミーな感じしますね。さあ明日は実家の法事やと思っておりましたら11月でした。間違っとった。よかった、明日ゆっくりできるわ。うーん、来週は来週でまたキャンプですんでね。いただきます。これ美味しいですよ、三和の手羽先。うん、熱々うまい。まあ明日もまだゲームしますけど、なんかこの2週間ほど出かけとったんで、なんか久々に家でゆっくりする日って感じがするな。ピナ君にゃにゃ言うてますね、野菜食うたのに。皆さんも飲みに行ったりしましたか？出かけてね、うん、私はまあ先週先々週と先週今週、まあややこしいよな、日曜日の時点でもう今週は入っとんのか。まあ分からんけど、まあ、1週間前と2週間前に行ったんでもう十分満足させていただいたんですけども、今川焼きどっちやろ、あんこと白あんが、あ、こっちはあんの方やった、普通の。でもそれ飲み行ったんもあんのか知らんけどね、最近酒をね干してない、あんまり。ピナピナも何であれにゃん言ってんの、もしかしたら俺がこれ準備している間にサンボがピッキー入ったままが閉じ込められてる、でこのまま俺が忘れてるとあいつは俺の洗った洗濯物の上でしょんべんしたでしょうね。そういうこともあったらさ、ピナコがねうるさい時は要注意、ただ俺がこれ今手羽先食うてっからあれかもしれんけどね、そんなこんなの私ですけども、最近はアニメの甘いもんとビールいけますね。アニメの怪人の沼、パチンコ沼ね、もういよいよ終わりで、キングダムも見てない最近、もうそろそろ終わりやね、3期もね、何見ようかな思ってます。終わったら
今日私クリアしたの赤炉っていう難しい神経やったんですけど、めっちゃ難しかったんですけどね、めちゃくちゃ面白かった。まあまだちょっとやり込もうと思ってるんですけど、そのゲームが面白すぎてね、今月買う予定だったゲームを、予約してたゲームをキャンセルしもう一本買おうと思ってたやつも結局買わず、ダウンロードコンテンツが出てたやつまでやってないっていうね。セキロおもろいわ。今日ねラスボス倒したんですけどね、ラスボス昨日の夜に30分か40分ぐらい挑んで、1時間もかかってやってないから1時間ぐらい前挑んで、でその後、まあ、配信ね、ライブしてたんですよね、ゲームライブ。ライブしてて、1時間ぐらい飲んで、いや、これ、ラッチ開かねえなと思ってやめて、で、そっからでもやっぱ悔しくてね、1時間半ほどね、またね、こっから自分なりに戦い方考えてね、挑んでて、で、ちょっと光明が見えて、んで、今日仕事の合間にちょろっとだけ、一戦だけしようとかいう感じでね、ちょっとだけやっとったんですよ。で、今日の夜、7時、8時ぐらいから配信して、10時ぐらいに終わったか。1時間半ぐらいだったのね。合計だから全部で言うともう4時間ぐらい戦ってるのよね、うん。4時間ぐらいかかったよ、ちまちまやってて。ただね、ゴリ押しの戦いが俺あんま好きじゃなくて、やっぱその地勝でいたいわけですよ。考えて、パターンを見つけて、んで完全に勝ちたいんですよね。なんか分からんけど勝ったのが嫌だから、結局何回もやり直すんですよ。一緒のとこばかりね。で、1戦目、2戦目、3戦目、4戦目までなんですよ、ラスボスがね。まあ、ネタバレになること言いませんけど。で、1戦目をやらないと2戦目いけないんですよ。で、2戦目やらないと3戦目いけない。だから3戦目死んだらまた1、2、3、1戦目、2戦目まだ戦わないといけないんですよ。でだから、連続で4勝しないといけないんですよ。えぐいんですよ。1撃くらいで大体 半分ぐらいダメに持っていかれるとかね、そんなんですよ。ちょっとした技でね、すぐ死んじゃう。で、適当にやっててもいけないんですよ。もう回復薬なくなってしまったりとか、どんどん削られていってしまう。だからすげえ考えて、古速な技も使ったりとかしながら勝っていく快感。俺神経嫌いやったのにな。なんかその沼にはまりそうな感じがするよ。だから結局ね、一戦目などで戦う、一戦目と戦うから一回復活できるんやけど、一戦目で一回死んで復活せずにもう一回やるとか、結構そんなばっかりやってるんだよね。最初は一回負けてでも二戦目、一回二戦目戦おうかなとは思うんやけど、もうそれが嫌の。一戦目を極端にノーダメージ、ノーダメージ今日言ってたけど、一戦目二戦目ノーダメージとか言ってたけど、1戦目ノーダメージでクリアできるまでやり続けるとか1戦目ノーダメージでいけるようになったら、次2戦目も1回も死なずいけるまでです。でもそこで1回でも死んじゃうとやめ、もうやめる、復活戦でやめる、もう1回1回目からやる。もう1回目クソマになってくるのよ。1戦目が、1戦目ももうほぼノー、いつも毎回ノーダメージ、もう食らったところでまあ大丈夫みたいな。そんなやってると2戦目もまあ死なずに3戦目いけるようになって、3戦目4戦目からまだきついよね、これは。毎回戻し作業やからさ、さすがに心折れちゃってさ、その辺からねライブで頑張りました。
やっぱ人が見てたりとかさ、人応援してくれてると頑張れるで、うん、なんかライブで やったしクリアできたみたいなところもちょっとあるかもしれないね、うん、結構そういうことってあるんですよね。人が見てるから頑張れるとかね、うん、そういうのはありますよね。ただ近所のおばあちゃんのねとあるあの演奏の発表会がね、今度11月にあるそうなんですけど、もう映画館とかでもその辺も規制ね多少あるかもしれんけど、観客入れてんのにさ、11月過ぎのさおばあちゃんのやる、そんなめちゃくちゃ人も会えないのにやるあの発表会が無観客で、撮影だけするらしいわうん、1年間の集大成を、まあ、集大成か知らんけどさ、毎年お金取ってない、無料だからなんかで入れてたんやけど、発表会に人が見に来てるね、だから頑張れたもんがさ、おばあちゃんが別にコンテストでもさお金もらってやってる仕事でもないのにさ、無観客なんてね、やる気出ねえよカメラの前で。俺らみたいにさ YouTube とかでね、まあ、飛んじゃったあげんやったらさ、まあ、それなりに言われるけどさ、誰もいないホールでカメラだけあってその前で演奏するってさ、いやモチベーション上がらんような思うよな。まあだから死が過敏になってんやと思うのよ、年寄りっていうのもあるやろうし、うん、なんかクラスター発生したりとか感染したとかなったら嫌やしっていうのもあるんやと思うけどさ、映画館とかでもやってるんやからさ、結構席一個ずつだけでも開けるとかでさ、身内だけ見に行けるとかさ、なんかそういう配慮してやるんやから、だから結局だけどそのやる側の気持ちとか、見たいと思っている人の気持ちは関係なくて、体裁的にやりたくないっていうのがたまにあるな、ああいうのって C とかになってくると、うん、ホール貸しますけど客は入れないでくださいっていう、うん、でも去年もなかったし、去年発表会なかったから今年こそはと思ってるおばあちゃんだからしたらさ、おばあちゃんで、まあね、リミット決まってからね、寿命はもう、毎年毎年カウントダウンよ、もう、おばあちゃんだけババ抜きみたいなもんですよ。自分は一生抜けられへんババ抜きだよ。全部紙がな、フォトランプがなくなったって人のは引かない、自分がババ引くまで続くババゲームババ引き寿命ってね、うん、その人数多いか少ないかだけに、そんな人の1年をねまた来年っていうのはね、ちょっとねかわいそうやっていうのもあるかもしれないけど、やっぱせめて人入れてやるよ、やりがいがあんやがそっちの方が。俺らみたいにまだ年齢がそこまで寿命がまだ残ってる人間がしたらさ、今年はカメラの前で録画して、うん、町内放送みたいなので流しますぐらいになったらいいけどさ、おばあちゃんが別にそんなどうでもいいからね、見に来てる人がやったから頑張ろうぐらいのもんやからさ、よくもないしそんな、うん、何人入れてあげてくれよなってね、ちょっと思いましたね。もうよう喋ったな、たわいもない話を14分以上も。あというわけでまた無双協会、今からもう11時前になってきたんでね、開示最後まで見たいと思います。というわけで皆様、休日しっかり休めて楽しめましたでしょうか。明日から頑張ってください。